こんにちは、なえなのです。今日これ撮影してるのが4月の13日で、今日の6時にスタイルブックを出しますっていう動画を出したばっかりで、で今ちょうど Amazon の売り上げランキングが1位になってて、もう本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。でですね、今日の動画なんですけど、いちご大福を作っていこうと思います。なえが食べたいから作ります。じゃあやっていきます。どうぞ。材料を発表します。いちご、もうこれがなきゃ大福ですからね、ただので。次、こしあん、こしあんと白玉粉と片栗粉だけかな。あと砂糖、砂糖、砂糖。もう今日は本のことがあって、多分テンションがいつも違うんですけど、嫌だったらごめんなさい。じゃあまずいちごをね、洗って水分取ってヘタを取ります。今回はとちおとめ、ちょっと小さめのねいちごを選びました。水分を取ります。ヘタ戻っちゃいます。いや本当に今日寝れないわ。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。こういう時はね、神様にお礼を言うんでしないの、いつも。てかさ、思ったんだけどさ、こんな作んなくね？全部下手取ってるけど、こんな作んないよね。うまっ。で、あんこを、いちごを包みます。普通に自分が使いたい分包めばいいと思います。手で開くかな。開いた。じゃあね、いちごをあんこで包んでいきます。どうすればいいんだろう。手にあんこ出します。うわー、どうやってやるのが正解なんだ。よさげ、どうですか。めっちゃ良くない。綺麗にできました。いやこれむずいな。てかインスタライブでも喋ったんですけど、昨日かな、昨日の夜に初めて一人の時に地震が来て結構揺れたんですけど、もうめちゃくちゃ怖かった。地震の時に大体家族とかいたから、一人でめちゃくちゃ怖くてってだけなんですけど、昔おばあちゃん家で作ったことあるわ、いちご大福。おばあちゃん呼びてー、おばあちゃん。いやー、なんかおばあちゃんっていいよね。なんかおばあちゃんが作るものと全部美味しくない？え、なえのおばあちゃんめちゃくちゃ美人で、めちゃくちゃ優しくて、もう神様みたいな人なんですよね。うわ、めっちゃ服にあんこついた。やっぱね、自粛中暇だと思うし、なえが行ったスーパーもね、ホットケーキミックスとかクッキーの素とか売り切れてたから、でもね、あんことね、いちごは全然売ってたので、白玉粉もぜひ試していただきたい。次は餅の生地だ。大きめの耐熱容器に白玉粉、上白糖を入れ混ぜ合わせ、水を加え、さらによく混ぜます。白玉粉を 90g 入れます。かけんのヘタッピだったな。わわわわわ、おお、90、130になるまで砂糖を入れてきます。うわー、こんな入ってるの？なんかお菓子作りあるあるだけどさ、作ってみると砂糖とかバターの量にびっくりするよね。オッケー。え、これ砂糖だよね。まあ、ここからもう帰ることは不可能なので続けましょう。で、水が 100ml 入れまーす。あ、できてきよう。え、いいんだよね、入れて。あ、待って待って待って、混ぜ合わせてから水入れるんだった。間違えた。え、大丈夫かな。あ、でもトロトロしてきた。大丈夫そう、よかった。
で、ここにラップをします。で、600ワットのレンジで2分加熱していきます。わ、熱そう。わ、すごっ。なんか餅みたいになってる。すごっ。あ、え、餅の匂いがする。これをヘラを使ってちょっと混ぜるそうです。もっちもちや。なんかネットで見たのよりないの固まっちゃってるんだけど、水少なかったかな。すごっ。ほら、すごくない？もっちなんだけど。うん、甘い。なんかで、ここにまたラップをかけます。で、なんかまた1分加熱するらしいんですけど、苗はちょっと硬くなってるので、レシピのより40秒とかで様子見てやります。30秒にしよう。胸板にこの片栗粉をちょっと引きます。見てください、ハサミで切れって言ってるのを切ってしまう大型。あ、出しすぎた。絶対に。で、これをさっき作っておいたいちごたちを包んで完成です。うわ、うまくできんのかな。めっちゃ片栗粉。え、うまくね、伸ばすの。ででーん。おばあちゃん見てる？おばあちゃん、おばあちゃんスマホ買ったらしい最近。いきます。どん。やばい、めっちゃ下手。めちゃめちゃ下手くそなんだけど、どうしよう。粉つけとけばね、なんとかなる。はい、できました。1個完成。どんどんやっていきます。もうね、おかげさまで床が片栗粉まみれです。これどうやって封じ込めればいいんだろうね。誰にピンといってんの。え、むずい。舐めてたわ、いちご大福マジで。本当に難しい。やっぱおばあちゃんはすごいな。ドン。そういえば、ご報告動画、スタイルブック出しますっていうご報告動画で言うの忘れてたんですけど、ちょっと前に Twitter で、ハッシュタグゴンちゃんに任せろっていうので、みんなに苗のイラストとか、加工画像とか、質問とか募集したと思うんですけど、それも一部なんですけど、本の中に入れさせていただきました。ので、お楽しみに。3個目、あと2個。ほら、もう、こんなんなっちゃう。うわっ！失敗した。なんだかんだ絶対に一番最初に作ったやつが一番うまい。じゃあね、ちょっと断面をね、切って見ていこうと思います。この失敗作をね、切ります。はい、完成。いちご大福作れました。なんとか食べていこうと思います。ちょっとダイエット中で深夜なので半分だけ食べます。いただきます。うん、まっ。おいしい。おいしすぎる。うまっ。大成功。あざす。ということで、いちご大福でした。ぜひ皆さんも自粛中暇な方作ってみてください。今日の動画も最後まで見てください。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。バイビー。